はい、プレボールの小林友人です。噂は直之、今後の去就はどうなるということでございまして、はい、今日ですね、レイズの噂は選手、日本ハムからポスティングでメジャー挑戦しておりましたが、なかなかスプリングトレーニングで結果が出ない状況、先日マイナースタートっていうところが発表されておりましたが、どうやら対談になるんじゃないかという報道が出ております。ただちょっとね、一部違うところもあるみたいなんで、まずね、出ている記事読んで、で噂は選手の今の成績状況等を見て、でその後ね、いろいろ彼はどうなってくるのかっていうお話をしていきたいと思います。ではまず今現在出ている記事を見ていきましょう。はい、噂がオプトアウトをしてレイズ対談へ、レイズとマイナー契約を結び、メジャーキャンプに招待選手として参加していた噂は、直之投手が24日オプトアウトを行使、他球団との契約を模索することになったと地元紙のタンパベイタイムズが報じた。噂は日本ハムからポスティングシステムを構築し、アメリカ球界へ挑戦、メジャー契約のオファーもあった中で投手育成に定評のあるレイズとのマイナー契約を結び、招待選手としてメジャーキャンプに参加していた。だがデビュー戦で2回7失点と大乱調するなど、オープン戦では4試合に登板、0勝1敗、防御率 13.03、21日にはマイナー相手に好投するなど調子を上げていたが、開幕でメジャー入りを逃し、マイナーで開幕することが決まっていた。噂がレイズを結んだ契約は、契約金$25,000、368万円、年俸が$225,000、約$3,315万円で、日本ハムへの譲渡金は$6,250、約$92万円。だがメジャー契約となると、年俸が10倍以上の$250万、約$3,843万円と大きく跳ね上がる契約だった。さらに80イニングから10投球回ごとに10万ドルの出来高が加算され、160イニング到達で、最大の$90万、1億3264万円、年俸は計$340万、約5億109万円にまで上昇する可能性もあったが、同契約は破棄されることになった。加えて契約の中にはレイトスプリングクルーズが組み込まれており、ニアンダー GM はキャンプ終盤に他球団から噂にメジャー契約したいという話が出た場合、レイズとマイナー契約にとどまっていなければ移籍が可能、レイズが噂を保有したい場合は40人枠のロースターに入れなければならないと説明していた。同条項を行使したと見られ、今後は他球団とのメジャー契約を模索する可能性が高いということになっております。はい、というわけで、噂がね、メジャー契約の話がねあったっていうところも言われてはいたんですが、そういう中でレイズとマイナー契約、スプリット契約を結んで、スプリングトレーニングで好成績を残してメジャーに上がっていい契約をというところであったんですが、ただ結果を残せずマイナースタートでどうするんだっていうところで今回の報道っていうところが出ております。ただ先ほどもね言ったんですが、一部ちょっとこの報道は違うみたいでございまして、オプトアウト権をね行使っていう報道ではあるんですが、正確にはなんかね違うらしくて、その辺も後で見ていくんですが、その前にね、まずこの噂は選手どういう選手か、でスプリングトレーニングでどういう成績を残しているかっていうところも見ていきましょう。はい、では見ていきます。噂は選手、2011年 NPB ドラフト6位指名、出身地は千葉、1994年2月6日まで30歳、185センチ、88キロ、ポジションはピッチャーで右投げ右打ち、平均が約145キロほど、球種はスライダー、カットカーブ、ツーシーム、チェンジアップ、フォークなどを投げます。高卒で入団し、3年目に選抜ローテに定着しブレイクするも、翌年以降は怪我もあり思ったような成績を残せず、苦しい期間が続いておりましたが、2018年に11勝を挙げ、自身初の規定投球回数にも到達し見事復活。以降も日本ハムのローテ投手として活躍し、昨年の2023年は9勝9敗ながらリーグ最多となる170回に投げ、防御率 2.96 と好成績を記録。そしてオフにポスティングを起こし、タンパベイレイズとスプリット契約を結び、MLB 昇格を目指していたということになっております。はい、この噂は選手、高卒で入ってきたピッチャーでございまして、比較的ね早く1軍で活躍で、その後ね怪我っていうところもあって沈んでいた時期もあったんですが、ただ近年はしっかりとこう活躍を見せておりました。で NPB の成績見ていくと、通算で173試合で70勝62敗1ホールド、1181.1イニングで防御率が 3.19、 打算者率 7.35、 与式率 2.81 という成績になっております。先発としてしっかりとねいい成績残しております。1000イニング以上投げておりまして、防御率3点台前半、そこまでね三振の取れるタイプではないんですが、そういう中でもね日本ハムのローテーションを支えていたというところになっております。で23年の NPB 成績、去年の成績は24試合で9勝9敗、170イニング、防御率が 2.96、打算者率 6.56、与式率 2.17 と、はい、去年もね、しっかりといい成績残しておりました。こう勝ち星に恵まれず、9勝9敗というところであったんですが、
170イニングっていうのは昨年のパリーグで一番多い数字というところになっております。なんでやはり日本ではね、間違いなく好投手というところではあったんですが、ただ奪三振率が 6.56 と三振がそこまで奪えない、で平均球速も145キロと日本でも速い方ではないというところはありました。なのでこうポスティングっていうところであってもいい契約っていうのがね、なかなか見つからず、メジャー契約はあったとは言っていたんですが、ただね、こうスプリット契約でメジャーに上がった時にね、それなりにいい契約をもらえるレイズに移籍というところになっておりました。でそういう中でメジャーに上がるためスプリングトレーニングですね、ここで好成績を出さないといけない立場、ただここで4試合0勝1敗1ホールド 9.2 イニングで9奪三振8四球15被安打防御率 13.03 という成績になっております。ちょっとね、こう成績見てわかるんですが、ダメダメというところでございます。防御率は10点を大きく超えておりますし、三振はねそれなりに取れてはいるんですが、フォアボールもね8つ出してしまっているというところで、いまいちねこう MLB に順応できていなかったのかなというところでございます。でその後ねマイナー相手、かなり低いレベルの相手っていうところであったんですが、そこでいい結果をね出してこうどうなるかってところではあったんですが、ただ先日マイナー行き決定、開幕前にローサーに入るっていうことは必ずマイナースタートがね通告されておりました。でそういう中で噂はねコメントを出しておりまして、代理人と話をし他球団でチャンスがあるのかを聞き、レイズのマイナーに残るのかどうかを考えるというところをね言っておりました。なので先ほども言った通り、他球団でチャンスがあればそっちにね行くっていうところも選択肢はあったみたいなんですが、ただそういう中で今回出てきたのがこのレイズ対談報道というところになっております。ではね今後噂はどうなっていくのかっていうところ、で一部ね報道と違うね部分っていうところがあるので、そちらも含め見ていきましょう。はい、では噂の今後っていうところでお話していきましょう。一部報道ではですね、先ほどの記事の通りオプトアウトのコースというところがね言われておりますが、ただ実際は若干ですね違っていることが判明しております。今回噂が使ったのはマイナー契約の譲渡条項を行使するという形らしいんですよね。噂を獲得する球団がもしね現れた場合、48時間以内にレイズは噂をローサーに入れるかトレードにするかを選択することになるというところみたいなんですよね。なんでレイズが噂を欲しい球団あるかっていうところをね29球団に聞いて、でそこでもしあった場合はレイズがじゃあ噂を話したくないからローサーに入れる、もし話があった場合はこうトレードをね行うというところみたいですね。なのでこうオプトアウトでただ単に自由契約になるというところではないらしいんですよね本当は。なのでまだね一応レイズには所属している状態、フリーではないと。で今後ですね噂がもしどこの球団も手を挙げなかった場合はレイズのマイナーに残る可能性もね残されているというところでございます。なのでまだね契約っていうところも生きておりまして、メジャーに上がって譲渡金も増える可能性もあるみたいですし、しっかりねいい契約をもらえる可能性っていうのも残されているんじゃないかというところが言われております。なので噂の今後で言うと、今後ねもしどの球団も興味を示さなかった場合はレイズのマイナーに残るっていうところになるんですが、そこで改めてもしねオプトアウト権を持っているのであれば自由契約になる可能性っていうのもあるんですけど、普通にマイナーに残るという可能性もあるんで、そうなればね自由契約にはならず日本とね契約を結べる段階とかではないのかなというふうに思います。まあこの段階で噂が日本に戻ってくるんじゃないかというところもね心配はされておりますが、おそらくですね今現時点での段階ではそれはないのかなというところはあります。もちろんね今後どうなるかわかんないですし、本当にこう自由契約になる可能性もねゼロではないんですが、こうなんともというところではあるんですが、よくよくね状況を見るとそういう感じみたいですね。なので今後ね噂を求める球団があるのかどうか、なかった場合はマイナーに残るのか、それともね自由契約になるのかというところはわかんないんですが、ちょっとね今後の去就っていうところ当然目が離せないところになってくるんではないでしょうか。はい、というわけで以上です。最後ねネットでの反応を見ていきましょう。はい、ではネットでの反応ですね見ていきましょう。噂は筒香みたいな確固たる意思があるわけでもないし、発言と行動が勘案し2点3点するし、結局何がしたいんてムーブしかしてないよなということで、はい、そうですね今回噂は選手オプトアウトを行使してレイズを退団するんじゃないかという報道が出ております。まあ正確にはねオプトアウトという形ではないらしいんですが、それでもレイズ以外で道をね探すっていう選択肢を取っている、まあその辺に関してはねメジャーの契約を優先っていうところでわかるんですが、ただね今までの発言を見ていくと他球団からね MLB のオファーがあってレイズに入ったのは投手育成に定評があるっていうところも理由に挙げておりました。でマイナーからでも始めれるっていうところは言っていたので、ではなんでねこのタイミングでこの措置をっていうところではあるんですけど、
確かにこう言ってることとやってることが噛み合ってないなっていうところはあるのかな。まあこの辺に関してはね、噂はだけの問題ではなくて、多分こう代理人とかもいろいろ絡んでくるところなのかなっていうふうには思うので、なんともってとこではありますし、こうスプリット契約と他のねメジャー契約があまりにも金銭面で開きがあって、じゃあこっちで最大値狙おうというところだったんですが、メジャーに上がれず、じゃあそれなら他球団でやった方がいいんじゃないかっていうところなのかもしれませんが、ただやはりファンから見れば全然言ってることとやってること違うんじゃないっていうところだけねピックアップされてしまうので、この辺はいろいろ言われても仕方ない部分かなというところでございますが、結局ねどういうところに落ち着くのかというところでございますが、でこちら見ていきましょう。ポスティングもだけど FA の人的保障の件についてもルールを固めてほしいな、今でも腑に落ちないというところで、でそうですね、で本当に今回のことでかなり言われているのがポスティングのルールで、 FA のね人的保障とかもそうですが、いろいろこうルール作りっていうところをもっと固めた方がいいんじゃないかっていうね声が出ております。で人的保障に関しては確かになというところもありますが、ただまあポスティングに関してはですね、ルール上選手の保有権を MLB に売って、それでこう対価を得ているというところでありますから、まあそこまでおかしなことでもないかなというふうには感じます。韓国とかね台湾に関してはポスティングで出ていた選手は元の球団に戻るっていうところがですねありますんで、 NPB もそれをした方がいいんじゃないかっていうね声もあるんですが、ただ正直今からそれをやるのはね結構何回も言ってるんですが難しいんじゃないかなというところが私の見解ですし、もしね今から上沢選手がすぐ日本に帰ったとしても多分ね何も動かないんじゃないかなというふうには思いますよね。動くとしても一体誰が動くんだっていうところにもなってきますし、極論言ってしまうとやっぱこうポスティング認めなければいいだけの話なんで、ちょっとねその辺は難しいんじゃないかなというふうにも思いつつ、でも確かにねファンからしたらたまったもんじゃないという思いはありますし、であとはね海外FAであったら自分がね取得した権利であるのに2年以内に NPB に戻ってきて他球団に行けばですね保証っていうのが発生してしまうっていうルールがあるんですよね。でそれで小宮山さんとかね1年間浪人していたっていう経緯もあったんで、確かにその辺の違いっていうのはねもやっとするものもあるのかなというふうに思います。なんであまりねここはテコ入れはないんじゃないかなっていうふうに思っている部分でございますが、あるとしたらやっぱその辺の是正っていうところ、こうメジャーに行って戻ってくるまでこう2シーズン以内はね他球団に行けば何らかの保証っていうところが発生するみたいなとこに落ち着くんじゃないかなっていう気はするんですけどね。元いる球団としては契約できないみたいなところはやっぱ現実的ではないんで、あるとしたらそういう感じかな。で人的っていうよりもやっぱお金になってくるのかなと、そういう感じになってくるんじゃないかなというふうに思いますが、もしね皆さんこう意見があればその辺もどんどんコメントいただきたいなっていうところでございますが、まあちょっとこう難しいところでもありますよね。はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。